伊沢滝雄昭和24年8月13日は、日本の内務官僚、政治家。品野国高等藩士、伊沢勝三郎の子として生まれる。慶応義塾普通部、第三高等中学校を経て、明治28年、東京帝国大学法科大学を卒業。一旦、愛知県属となり、明治30年内務省に入省する。以後山梨県と岐阜県の各県参時間、岐阜県。 福井県、滋賀県の各県書記館、滋賀県事務官などを歴任した。明治40年に内務大臣であった原高氏に引き立てにより警視庁警視、ついで和歌山県知事を務めた。明治42年7月に愛媛県知事、大正元年12月に新潟県知事となる。大学時代に同期であった浜口有子の引き合わせで、 加藤公明と進行を結ぶが、大正2年に第一次、山本内閣が成立すると、加藤が総裁を務める、同志会が、政権与党である、声優会と激しく対立し、加藤との進行が災いして、休職処分となる。しかしよく正3年に、第二次、大熊内閣が成立して加藤が、外務大臣に就任すると、一転して、警視総監に盈進した。ところが、 内務大臣の大浦兼武が失脚した大浦事件に巻き込まれる形で辞職。直後の1916年10月5日に、貴族院の直選議員に直任された。原高総裁時代以降の声優会が内務省に干渉し、公正な人事を阻害していたという認識から、前任英姫県知事の声優会を標榜した政策を転換するなどして、声優会を敵視した。 衆議院に席を持つことがなかった伊沢は、政党の党員となることはなかったものの、自ら、非正友会系政党の支持者であることを公言して、はばからず、大正8年には、貴族院で院内会派の同性会を組織して、県政会の加藤を、側面から支援した。大正13年の第二次五県運動では、同性会は、加藤ら五県三派と補調を合わせる形で、 清浦内閣の事実上の与党だった貴族院最大会派の研究会に真っ向から立ち向かい、伊沢はその先頭に立って容赦ない政府球団の矢を放ち続けた。この功績によって加藤孔明内閣が成立すると台湾総督に任じられた。大正15年には浜口友子の支援を受けて東京市長に選出されている。昭和2年に 声優会の田中義和内閣が成立すると、これに対抗すべく、県政会と声優本党の合同を実現させるために奔走する。水の文章友情問題や鈴木内章選挙、干渉問題でも田中内閣を厳しく求断した。その後、浜口内閣成立の行により入閣を要請されるが故事。そこで浜口は伊沢を文官としては、 初の朝鮮総督にしようと奔走するが、満州事変が拡大する時局に、朝鮮に、文官総督とは、言語道断と軍部が反対して実現せず、これが、異例の斎藤実元総督の再任につながった。その斎藤が内閣を組織することになると、伊沢に入閣が要請されるが辞退している。兼職に就くことはなかったが、その一方で、出身母体である、 内務省内には長年にわたって因然とした影響力を持ち続けた。当時は政権交代のたびに野党系となった知事が給職に追い込まれるのが常だったが、こうした政党による過度の内務省人事への介入に対しては批判の声も大きく東平と言われて不評であった。そこで伊沢は斎藤内閣に対して知事ほか 高級官僚の身分保障規定を復活することを提言。これで内務官僚のみならず学者や世論からも支持を集めた。いわゆる革新官僚に対する影響力は強く、内務省では後藤文みと勢力を二分した。しかし、後藤の政党政治を骨抜きにしようとする格策には断固反対し、天皇機関説事件に絡んだ国体名朝運動に対しては、 厳しい批判を行った。このため後統計の革新官僚や軍部からは、旧体制の象徴的な存在として目されることになり、2.26事件をはじめとする青年将校による尊能内ち官の計画においても、襲撃候補者としてたびたび名前が上がったが、閣僚経験のない伊沢を襲っても、社会的な反響は望めないとその度に見送られて、命拾いをしている。逆に、 治安担当者として2.26事件で襲われたのは、当時内省だった、後藤の方だった。昭和10年に内閣審議会委員となり、後に新体制運動にも関与するが、これもやがて後藤に主導権を奪われる。昭和13年の国家総動員法の審議では、貴族委員では数少ない反対票を投じている。昭和十五年十一月には、数密顧問官に任命され、 そのまま最後の顧問官の一人として、数密院の幕引きを行った。戦後の昭和22年12月に公職追放となり、その後しばらくして死亡した。伊沢は強引な殺人人事を好み、罰を形成することで退任後も影響力を保持しようとした。伊沢罰について、大部分が内務省の高級官僚であるとも評価されている。また、伊沢は、 内務省の他にも、植民地統治機構、貴族院、宮中、市長のポストを、罰院に圧戦することで強固な人脈を構築した。しかし、伊沢罰と称される集団は、必ずしも伊沢に絶対服従しておらず、各院の事情や政治環境に鑑みて、多彩な活動を行っていた。ありがとうございます。